モンテクックはアメリカ合衆国のプロフェッショナル卓上、ロールプレイングゲームデザイナーそして作家である。彼は E.N. スー・ワインレイン・クックと結婚したが、現在は離婚している。クックは1988年からロールプレイングゲームを中心にしたプロゲームデザイナーの仕事に就いている。彼の初期の仕事の多くは E.N. アイアンクラウンエンタープライゼスでロールマスターとチャンピオンズのシリーズの編集と執筆だった。クックはアイアンクラウンエンタープライゼスで4年間働いた2年間はフリーランスとして2年間は正社員のデザイナーとしてである。クックは1992年にフリーランスとしてチームソニックレーシングで働き始め、古いマーベルゲームで皆殺しを書いたがゲームがキャンセルしたので出てきたことはない。チームソニックレーシングのチームに加入後、クックはダンジョンズ&ドラゴンズモジュールラビリンス・オブ・マッドネスやA・パラディン・イン・ヘルなどをデザインし、そして E.N. プランスケープラインの数多くのサプリメント、例えば E.N. ザ・プラン・ウォーカー、S・ハンドブックや E.N. デッド・ゴッズなどもデザインした。クックはまた陰謀のゲーム E.N. ダークマターもデザインした。チームソニックレーシングがウィザーズ・オブ・ザ・コーストに買収された後、クックは上級デザイナーになり、そしてダンジョンズ&ドラゴンズ第3版開発チームの一人として働いた。クック、ジョナサン・トゥイート、そしてスキップ・ウィリアムズは第3版の E.N. プレイヤーズ・ハンドブック、E.N. ダンジョン・マスターズ・ガイド、そして E.N. モンスター・マニュアルのすべてに貢献し、各デザイナーはそれらの貢献に基づいて書籍を書いた。クックは新しいダンジョンマスターズガイドでの自分の仕事に誇りを持っており、特に後のゲイリー・ガイギャックスは、ブックのフィードバックとして、チームに彼のコメントをいただいた。彼は、新しい DMG の中の材料は、彼が優れた DM になる助けになるだろうと述べた。これは本当に、クールで、サークルを達成する方法にかなり満足している。クックは2000年にウィザーズ・オブ・ザ・コーストと、ダンジョンズ&ドラゴンズへの自分の関与について、この仕事は素晴らしい時間だった。なぜなら製品はいずれも大きく、重要で革新的だったからだと述べた。クックは2001年にウィザーズ・オブ・ザ・コーストを退社し、E.N. マルハビックプレスで D20 システムのための独立した素材を書き始めた。マルハビックの最初の製品は、ザ・ブック・オブ・エルドリッチ・マイトで、即座に成功するとともに、ロールプレイング産業で PDF 出版の可能性を広く実証した功績を残した。これと他のマルハビックの初期の製品は当初は電子的手段のみでリリースされ、その後多くの印刷版がホワイトウルフ、インクからリリースされた。マルハビックの旗の下に、彼の最も有名な作品はおそらく E.N. アルカナ・アナースドで、この製品は彼が書いたプレイヤーズハンドブックのバリアントである。彼はまたウィザーズ・オブ・ザ・コーストのフリーランスとしていくつかの製品を執筆または共同執筆し、その中にはクトゥルフの呼び声 RPG の D20 バージョンが含まれる。2004年中頃、クックは DRIVETHRURPG.com ストアがデジタル著作権管理で暗号化されたPDF システムで彼の電子的 D20 材料を排他的に販売しているとして論争を引き起こした。彼は最終的に彼の製品を普通の PDF で売ってほしいとの顧客の圧力に屈し、そしてドリベスルピグは最近では同じことをやっている。クックは2011年にウィザーズ・オブ・ザ・コーストに復帰した。2011年9月20日、E.N. マイク・マールズは同社ウェブサイト上で、クックがレジェンズ&ロアコレムを連載すると告知した。2012年1月、ダンジョンズ&ドラゴンズの次の版の開発に、クックがメインデザイナーとなることが明らかにされた。2012年4月、クックは会社との意見の相違により、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストからの離脱を発表した。D&D プロジェクトで最初に働いていた彼の離脱は、E.N. マイク・マールズを驚愕させるに至った。クックは1999年にクラリオン、ウエスト作家ワークショップを卒業し、小説ザ・グラス・プリズンとオブ・エイジド・エンジェルスを出版した。彼はまたボーン・イン・シークレッツ、ザ・ローズ・ウィンドウ、そしてA、ナロード・ゲイズのような短編物語も出版した。彼はさらにゲームトレードマガジンの中で、コール・オブ・クトゥルフ・フィクションシリーズやザ・シャンドラー、クロニクルズの執筆を続けている。テンプレート、POV セクション2006年8月、マルハビックは EN、トラスをリリースし、これはモンテクックが D&D 第3版のデザイナーたちにプレイテストで使ったキャンペーンセッティングをベースにしたゲームである。この分厚い本はこれまでのロールプレイング業界の中で最高の制作バリューのうちの一つであり、トラスは約$120というロールプレイング製品の前代未聞の価格にもかかわらず楽しまれて多大な成功を収めた。EN、トラスのリリースの地ほどなく、クックは頻繁に彼のオリジナルの野望の集大成として記述したものをマルハビックに書き、彼は小説を書くことに着目し、むしろロールプレイングゲームよりも予見可能な将来のために、彼がまだ使用されていない創造的な仕事の他の形態をアナウンスした。ホワイトウルフとグッドマンゲームズは彼の最後の RPG 作品をアナウンスした。モンティ・クック、S・ワールド・オブ・ダークネスはクックが選択したホワイトウルフの現代ホラーセッティングで2007年のジェンコンでリリースされた。グッドマンゲームズからは EN、ダンジョンクロールクラシックス50とボルト・オブ・ザ・イアン・オーバーロードが同じくジェンコンでのリリースを目標にした。一方、彼のライブジャーネルの投稿そしてマルハビックメッセージボーズのファンによる要求に応え、モンテクックは2008年初期にもう一度 RPG 製品ブック・オブ・エクスペリメンタル・マイトをリリースした。これはブック・オブ・エクスペリメンタル・マイト2、ブラディ、ボールド&リゾルトを素早くフォローした。ありがとうございます。